はい、香港カンフー武術学院の総教練真鍋学さんでございます。今回はですね、2023年2月11日の東京支部の練習の後の打ち上げの方を動画に撮らせていただいております。打ち上げというか反省会というか何というかという感じになっておるんですが、あのね、ちょっとシビアな内容になっております。それはどういうシビアな内容かというのは、その練習風景という動画も前回に上げておりますので、そちらの方をゆっくり見ていただいてからこの打ち上げの方を見ていただきたいと思います。どのようにこの練習生を励ましておるのか、どう分析しておるのか、この人間関係は一体どうなっているのか、こういろんなことはこの断片的に知ることはできませんので、練習そして打ち上げ、これの方を、包括的に捉えていただいて、この練習風景というものを全体を今日を捉えていただきたいと思います。もうそれがね、もう打ち惜しいというか、なんというかね、もうね、去年からね、永州拳はマニュアル運転しなさいって言ってんのに、いまだこの時点に至っても、なんか横着して、オート運転が下がる、自分がおるっていうのもね、マニュアル運転しなさい、この言葉を正直に、素直に聞いて、その通りやってくれたらええだけど。それがね、知らんうちに自動運転して、腕2本いっぺんに動かして、適当なことをやりたい、楽したいっていう気持ちなんですね。それが起きとる。それで不具合を起こしておる。また仕事した。パレードで。なんやこれ。まあええけどね、塩は塩で、でもしてる自分の方に気づいていかんかった。みんないろいろやりながら、俺はどういう風に到着してるんやっていうのが分かってたから、やめる方にはいかない。どう横着したらこの形になるんかと、それの反対をしていただいて、そうですね、物臭さというか横着というか、ね、そういう形なので、それで良くなったらいいけど、悪くなるからね、それが故に、まあ、合理的にちゃんと動けるようになってもらったらええんよ。まあいつもの通りにならんっていうのを、まあ僕よりしてやってもらったら、そやけど、こっちの意識片っぽずつやったらできるの、両方でやったら違うことっておかしいね、思いません？俺は思う。そう、でそれに気づかない本人も悪い。勝手に吹いてまんねん。そんな理屈は通らんよ。こっちはこっちでこうやってるやん、こっちはこっちでやってるやん、いっぺんにやったらなんであれになるの。今一つ一つのインプットが足らん。はい、ある意味ね、一つ一つのインプットが足らん、脳みそに叩き込む、インプットしていくのが薄い。で、日本いっぺんになった途端、いつものアジャパンになっていくっていう、いつものになっていくっていう、いや、それはあかんやろ、一本ずつ脳みそに叩き込んで、それを日本でやるだけや。それで全然違う答えになるっておかしいやろ。これはできた、これもできた、いっぺんやったらおかしいやろ、それ。
そこの不合理性に気がついてほしい。俺は何をやってるんやろ。おかしいでしょ。おかしくてやったらあかんな。なんでおかしいことが起こってんねん言うたら横着。なんで横着すんやろ。そこに気づいてるんですよ。俺ここで横着してる。楽な方法でやろうと。だからできない。分かってます。一つ一つせんけど自分には厳しい話になるよ。ここがね良くないということを傷口に死をかけるみたいな世界になりますよ。でもやらなきゃ克服できない。どうにかして楽したいと思ってるの。いやどうにもこうにも楽はさせへんよっていう気持ちなの。じゃあ自分を変えられることだったら何をやってんの俺はと。それは冷静に客観的に判断できたら修正することなんか絶やすんだけど、何やってるかわからんからやってもらう。でもここにこのここに来てついにもう逃げることはできないぐらい言ってる。逃げられない。もう逃げられない。やるしかないぐらい言うてるし、やる以外手がない。どうあなたが横着してるかも言ってる。でそんなことしてませんよと言わずに素直に聞いてくれるんやったらやるしかない。お願いしたい。もうやるしかない状態に持っていってるから、はい、もうぜひやらせてもらう。どうでしょう、最後までご視聴誠にありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。大変励みになります。またご質問等はコメント欄にて残しておいてください。はい、ありがとうございました。